はい、絶賛花粉症中、鼻にティッシュを詰めながら喋ってます。はい、どうも、ガキです。ドラフトのみでペナントを制す、最終回になる、最終回にするシリーズをやっていきたいと思います。前回のおさらいすると、前回優勝してクライマックスシリーズを勝ち抜いた。その前はね、7位。これすごいよね。俺だ、すごいと思うんだよね、これで優勝したら。やっぱなんかすごいなっていう。なんかすごいなっていう。何がすごいのか分かんないけど、なんかすごいな、みたいな。なんで、日本シリーズちょっと優勝しよう。マジで出島。DH の枠を誰に使うかだな。好調の選手いないのかな。イナとか使ってみようかな、DH で。イナを使ってみようか。でも、支えか。支えまでも長打力ないな、もう。こうなると誰を使うのか分かんない。とりあえず、イナを使ってみようと。向こうは網野がいる日本ハムファイターズ。あ、どっちみちあれか。どっちみち札幌ドームか。本拠地札幌ドームだしね、うちも。いやー、打倒網野だな。網野を抑えよう、絶対。倉俣、19勝6敗。いいピッチャーだな。いいピッチャーいるじゃん。うちはすごいよ。4番が3割5分1厘35。OK、いけ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 、頼む、OK です。ありがとうございます。もみ山がそんな点を取られるわけないだろう。8回。よし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 、ちゃんと4年も抑えた。うちのどうなの、打線も組み替えてみようかな。3番に置く方がいいのかな。篠塚を4番に置いてるけども、やっぱ3番打者最強理論みたいな。メジャーで言うと、今なんか3番打者最強理論も終わったんだっけ。今2番か1番最強打者、2番か1番に強打者を置くっていう。確か1番と2番と4番が、一番いいバッターを3人を置いて、その次が3番で、その次が5番だった気がする。でも1、3、1、2、4のまあ順番としては、まあ1番は出塁率があるタイプで、2番も出塁率があって、まあ長打も打てる。で、1、4番に長打率型のやつを置いていくのがいい気がする。でも率も残せるし、長打も打てんだよね。2番奥原っていうのはなかなか当たってるんじゃないか。もう住友を4番に置くっていう手もありなのかもしれないね。まあ、DH だよ。本当に DH だけ誰にするかがちょっとそこは決まらん。よし、第2戦。第2戦、好調。好調支えなんで、ちょっと支えじゃあ DH で使っていきましょう。あ、脇坂もいるだ。網野と脇坂、向こう。あ、若山もいる。すげえ。これめっちゃ面白くね？いや、この日本シリーズ、クソ熱いな。網野、若山、脇坂いるっていう。うちから出た選手が主力を張ってるチームとの日本シリーズ、これは熱いわ。いや、これはいい最終回だわ。みんな集まってくれてよかった。みんな同じチーム行ってくれてよかったぜ。みんな日本ハム行ってたな、そういえば。全然知らなかったな。どうですか、みんな打ってますか。アミノさん、3割16人16本90打点。うちにこれがいたらね、これがいたら、うちに、そして和歌山3割6分11本120打点。うちにこれがいたら、そして脇坂2割8分3人。まあ片岡のがいいね。それだとキャッチャー A を持っています。対左は消えたのかも。いや、和歌山いいな。34歳、32歳。慢性だからね、網野は。ピッチャーは、内から出てった人はいないのか。いや、頼むぞ、頼むぞ。打って、打ってくれ、打ってくれ。OK です。OK!2 連勝。いくぜ、このまま。片山、うちの先発陣が。抑える、抑える。やっぱドラ1でね、ピッチャーを取りまくると、やっぱ先発陣がね、こういう風にね、良くなるんですよ。まあ、ドラ1で野手も取ったら野手も良くなるんだけどね。うちはあんま打撃はあんまりいいチームじゃないんでね。向こうは、特にオーダーはそんなに変わってないのか。黒江でいいか？ 2.89、2.98、2.80。もうこれ、もみ山だろ。もみ山回復早くね？なんでこんな回復早いの？開幕戦投げて1日休んでまた投げれんだ、お前。すげえな、もみ山。もみ山中2日で先発してんだけど どういうこと？ もみ山さん、どういうこと？
中2日で先発できるの、もみ山って。いやもうもみ山で勝とうぜ、もみ山で王手決めようぜ。もみ山で優勝するっていう可能性もあったんだな。そしてもみ山ちょっと太ってんだな、ここに来て知ったけど、ちょっと太ってんだな、もみ山って。はい、抜き出せん。ここはシモンズっていう外人がいる。ショートではないんだ。いけいけいけい、ゴーゴーゴー。うー、負けたー、逆転負けが。うわー、見ろ、畜生、畜生め。古巣の古巣の日本一を阻止するアミロのタイムリーヒット。あー、次は誰でいきます。奥行こうか。 2.28、 よっしゃ、信頼できる先発が多すぎる。え、待ってくれ、みんな2点台、先発全員2点台。中継ぎはちょっと微妙だからね、まあ、抑え、中継ぎを、中継ぎのエース抑えしっかりしてるけどね、6回を、7回を任される男がいないんだよね。まあ、先発に7回まで投げてもらわないといけないね、そうなると。何球団、5球団競合かなんか、確かめっちゃ競合して俺がくじを当てたという、まさかの、自分でもびっくりしたもん。そして 2.28 でなぜ7敗もしている。そしてなぜ10勝しかできてない。イニング投げてないのかな、アヘアヘカーブマンね。3割6分0人ってすごいな。どうだどうだ、いけるぞいけるぞいけるぞ、いいぞ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 。よっしゃ、こっからチャンスで見ようか。チャンス作らないんかい、チャンス作らないんかい。いけ、勝とうか。やっと見れたね、ずっと見たかったんだけどね。オッケー、落ちる。お、これ誰だっけ、コーリだっけ、高卒の人だよね。コーリって読むのかな、軍って読むのかな、軍事、軍事だっけ、なんだっけ、なんて読むんだ、コーリか。軍事はまた違うか。守備うめえな、守備うまいけど外野そんなうまくないよね。何で出てんだろう、オブライエン、ハーバーだ。バントか、マジか、ちょっと打ってほしい、これはマジで打ってほしい。うお、めっちゃ前来てるじゃん、今の危なかったな。ゲッツーならどこだった、ここで花田か。代打送るか。でも今日ホームラン1本出たな。今日は3打数2安打1本塁打。ここは俺はお前にかける。花田にかける。そして逆境丸も持っている。ここはお前にかけるぞ。花田、君に決めた。マジで頼むぞ、花田。花田ドラフト1位だっけ確か。おお、あー、今の引っ張ったらホームランだった。タッチアップはできない。アミノだぞ。アミノあんま守備うまくない。いい送球だ。ここで代打。やべえ、誰を使おう。どっちだどっちだどっちだ。うん、稲だな。ここは稲だ。いけ、稲。この代打の演出めっちゃかっこいいよね。うー、初球から手を出す球か、それは。負けちまった。また逆転負けか。2試合連続逆転負けはちょっと痛いよ。また中継ぎが崩れたのか。あ、奥井が打たれたのか。うち7回の男がいたらね、うちに。8回、9回押されるんだけど、7回の男がいないからね、先発が7回まで投げなきゃいけないって言うと、先発って基本的に100球ぐらいでね、あの山が来るって言われてるよね、100球が。で、その100球がちょうど7回ぐらいで来るのかな。ちょっと打順を思い切って入れ替えてみようかな。ちょっと思い切って入れ替えてみよう。奥にもう一回投げんのかお前。大丈夫だ、松葉に任しとけ、絶好調松葉に任しとけ。一発が消えた松葉強いぞ。黒江くんとか、黒江と室井が全然投げてないね、このシリーズ。中継ぎ投げさせたいんだけど中継ぎできてないんだよね。果たして打順を組み替えた効果は出るんでしょうか。点は取れてないからね、この日本シリーズ。結構投手戦な日本シリーズになってるから、あんまり見てる方は面白くないのかなと。松葉さん12勝6敗、松間慎吾、背番号13番。アミノ和歌山のね、この3、4番が強いんだよね。OK、3で取った。よし、あー、逆転された。チャンスで見ようか。チャンスを作らない、チャンスを作れない、チャンスを作れない、チャンスを作らない。え、2アウトだ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。全然チャンスにならないじゃん。どうして、チャンスを作ってくれよ。エラーも2個してるし。
ここでまたまたイナでいいのか。イナしかいねえ。頼むぞイナ、打ってくれ、出てくれ、ルイに。あ、同点だった。あれ全然同点だったわ。あ、追いついたのか。いつ追いついたんだろう。まあいいや、なんか追いついたわ。負けてると思ってたわ。普通に負けてるテンションだった。大丈夫じゃ、打てなくても大丈夫ではないな。代打いねえ。ちょっと待ってくれ、もう代打いないんだ。うちここで決めないとな。ここかこの追加の回ぐらいで決めないと。うち代打と一人しかいないから。で、一人でちょうどいいのか。回ってくる回数的には。でもその一人もおえおえだからね、期待はできない。パワーヒッター持ってるからね、室田は。いっちゃうよ、ホームラン打っちゃうよ、甘い球は。はい、さよなら。優勝に王手のホームラン、 143m ダウン。ニコッと笑って人を切る、ほえみさん太郎。にっこり笑ってたっけ。その話なんか前もしたキスな。頭叩きすぎだ。いやー、いいね。うおー、背番号3番が光る、かっこいい。やったぜ。これで勢いついたんじゃないか。2試合連続逆転負けの悪夢から。本拠地で2試合連続逆転負けはきついからね。よし、決めよう。次の試合で、次の試合で決めましょう。出番プレイ9回。DH 誰だ。山根でいこうか。じゃあ今日は二村の打順をちょっと下げてみるか。どうしようかな。これでいこう。じゃあ先発は誰だ誰だ。クロエかムロイか悩む悩む、めっちゃ悩む。片山か。俺はクロエ任したいんだよね。29歳、23歳、やっぱりちょっと22歳、やっぱここはやっぱ一番年いってるからね。クロエがやっぱ年の功でね、抑えてくれると信じて任せろお前に。次の試合はエースもみやまくんがね、万全で投げてくれるんでね。まあ今日もみやま生かしてもいいんだけど、今日負けた時のことを考えるとね、今日はやっぱりちょっとやっぱエースっていう負担のかかるポジションにはね、最後に投げてもらいたい。ここで倉俣か。向こうはもう後がないからな。ここ勝たないといけないからな。いけ、あー、いける、これチャンス、チャンスしたらいけるかな。炎上ピッチャーかよ。ここで待つわ。あー、終わった終わった終わった。おーおつおつでーす、おつでーす。ちょっと明日の試合にかけよう。これはもうもういいもういいっすわ。もみやまさえ投げなければいい。もみやまマジで投げさせんなよ。頼むぞ頼むぞ頼むぞ。大丈夫、三井だ。ありがとうありがとう三井、ありがとう三井。いや、三井はスタミナあるからな。でも三井はちょっとあれだからな、あれ多分やっぱりちょっとタバコとか吸ってたしな。あとブランクがあるからな。もともとスタミナがある選手なんだけどね、そういうとこがやっぱりね、恨みに出たのかもしれないね、三井は。まあ、それはスラムダンクの話だけどね。いや、もうピッチャーが、だから黒江がもう、俺が黒江を抜擢したのか、そして松葉も打たれた。三井がちゃんなんとか3イニング投げてくれてよかったわ。中継ぎのね、負担がだいぶ減ったんで、これで。これで三井を2軍に落としたらいいんだ。これでもう、明日投げない選手はもう2軍に落としてリリーフを上げてもいいのかな。そう、谷本とか上げてなかったな、そういえば。そういえば谷本上げようか。谷本中継ぎ待機させようかな。松葉と変えて。中継ぎで使えそうな選手をこう、使っていくか。クロエはまだ投げれる？いや、クロエだったら俺も沢村を入れたい。もうリリーフの数を増やしていこう。泣いてもらってもあと一戦。頼んだぞ。最後はじゃチャンスで見てみるか。よーし、いやもうチャンス、序盤のチャンスはいいな。終盤のチャンスから見たいわ。終盤とか中盤ぐらいか。
お、山根くん絶好調でした。いいじゃん。5番に置いてみようっと。二村をちょっと下げよう。ここはエース。任したぜ、エース。谷本ちょっと中継ぎ待機してくれ。ルーキーにいきなりこの場面は酷かもしれないが。頼む。片山も中継ぎ待機してくれ。初登板がいきなり日本シリーズの第7戦っていう。プロ初登板が日本シリーズ第7戦とかありえんのかな。そんなことありえんのかな。そんな人いんのかな。そう、かわいそうだよね。そんなとこでないプロ初を投げさせられるって。山田哲とか確かクライマックスシリーズがプロ初打席とかだった気がするけど、あれもなかなかな奇策ですよね。頼むよ頼むよ、ピッチャー頼むよ。ちょっと待ってくださいよ。いけいけ、頼むぞ。やばれ、あ、くしゃべそう。よし、ちゃんとカットできたかな。カットされてると思う。されてなかった、ごめんなさい。あー、くしゃみが出る、めっちゃ。あ、4点取ってくれ、点が落ちろ落ちろ。いやだ、もう優勝できない。もう優勝したい、もう優勝したいよ。何年俺が頑張ったと思ってんの。ここでもみやまと篠塚 FA するしたら、もう俺はもう無理だ。もうマジでもう失踪してやる。失踪、急に動画出さなくなってやろう。失踪してやろう。うわあ、オッケー抜けた。帰ってこない、帰ってきた。アウトにならないでお願いします。セーフ。ふっ、脇坂アメーラブロックが。池原だ、ノーアウト二塁。お前を9番で使ってる意味はこれだ。どれだ。まあ、逆境に強いからね。おお、読んでたのに打たない。頼む。うー、それ振っちゃダメです。おお、よう見たよ見た。ファーボールあるかな。ファーボール、オッケーオッケー。粘ってこ粘ってこ、全然粘っても大丈夫だから。読んでました、だが犠牲フライにもならない。室田いけ、パワーヒッター室田、今日は3打数1本。いやー、それ振っちゃダメです。お、パワーヒッター、なんか集まっている。なんか光が集まっている。室田、サヨナラホームランを思い出せ、サヨナラホームランを。日本シリーズ第3戦、第4戦、第5戦、第5戦だ。思い出せっつって俺が覚えてないっていうね。いやー、待ってくれ。いけ、清原じゃない、奥原和弘とかいう清原のほぼ名前一緒の選手。頼むぞ、関君がいなくなってサードのレギュラーを掴んだ奥原、そして1年目から結果を残した背番号5番、清原じゃん。もうほとんど右打ちだと左打ちが違うけど、待ってくれ、優勝したいよ、優勝したいおじさんだよ、優勝したいおじさんだよ。いや、みんな優勝したいおじさんだよ。優勝したいから優勝するまでリセットをするよ。優勝したいおじさんだよ。リセットさん出てくるわ。リセットしたらリセットさん出てくるからな、パワープロって。みんなリセットさん知らないと思うけどね、リセットさんってね、あのリセットしたらね、あの家の外でね、待ち伏せして家出た瞬間にね、なんか地面から、コンクリートなのに地面から突き破ってきて、あのディグダみたいな感じの、ディグダっていうかあれか、あれ何なんだろう、あれは何なんだ、あれは 何の生き物なんだ、リセットさんは。モグラか、モグラか、モグラ、ヘルメットかぶったモグラのね、ツルハシ持ったおっさんがね、めっちゃキレてくんだよ、リセットしたら。パワープロって知らなかった、みんな。リセットさん、パワープロリセットさん出てくるってみんなあんま知られてないからね。まあ、パワープロリセットする人ってあんまいないからな。そう、リセットさん怖いんだよ。もう現実から目を背けるっていう。リセットさんの話でも優勝できなかった現実から目を背けていますが、ここでちょっと目を背けてみましょう。はい、優勝できませんでした。まだ続きます。最終回と思った人ごめんなさい、俺も最終回だと思ってました。
ファイターズが19年ぶりに日本一になりました。おめでとうございます。うちも来年は日本一になれるよう頑張りたいと思います。そして篠塚、もみやま、頼むぞ頼むぞ、本当にお前らが出ていったら俺はもう無理だ、もう無理だ、マジでマジで無理だ。いやーマジか、本当に嘘じゃない、嘘じゃないのこれ、マジか。いやもう余裕で優勝できると思ったわ、みんな余裕で優勝できると思ったよね。 1.90194、 これが抜けるの痛いな。片山あと5年でしょ、奥井があと6年、黒井があと2年、室井があと3年、松葉もあと2年か。松葉万世じゃん、これはマジで手放したくないな。松葉は、松葉の年俸上げとくか、とかみんな年俸上げようぜ、ちょっと上げるか。え、クロエは早熟か。ヨネちゃん、ヨネちゃんはまだ20歳じゃ、すげえなヨネちゃんは。西海くんも頑張ってくださいね。長次は誰が一番頑張って、いや矢野さんはすごいな、超万世だしね。42歳だよもう、やっぱの矢野さん、矢野さんちょっと衰えてきたな、能力やっと超万世で。すごいね、矢野さん。いや、マジで、ちょっといなくなってないでくれ。うわぁ、住友、篠塚、ここがいなくなったら終わりだ、もう。ああ、片岡も、もうそろそろか。やべえな、マジで。いや、もうやべえな、マジでやべえ。流出がでかすぎる。うわ、もう山、篠塚、こう、ベストタイに取ったら出ていく確率高いっていう説はない。あ、和歌山も取ってる。網野も取ってるか。うわ、和歌山首位打者打点を篠塚と一緒だ。もみ山サーブの賞、新人王米川、MVP 篠塚、MVP 和歌山。うちじゃん。うちばっかじゃん、もう。最短だ、篠塚。最高出塁、篠塚。最短だ、和歌山。最多勝、もみ山。最勝率1位、投手、もみ山。最終防御率、もみ山。もう、ちょっと待ってくれ、マジで頼むぞ。19、あと11年しかねえ。もう無理だ。注目率3点か。おあ、あちょっと待て。マジで、本当にマジで。これはマジで頼んだよ。マジで言ってるから、これ。セーフ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 。あと一人。ということで、篠塚、もみやまどちらか残留決定。ありがとうございます。あ、コントローラーがちょっとどっか行くと思った。あと一人。おお、きっと、来た、九州市。成人式が派手な、北九州市。よっしゃ、行くぜ。シャー、アズナブル。シャー。よっしゃ、シャー。おい、俺、4億 ?5 億あげよ、5億。5億。5億、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 5億。大丈夫かな、5億あげて。いや、もう5億あげよう。もうお前らは5億だ。お前らは5億だ。もう5億あげる。出てったら困るから5億あげよう。もう5億だ、お前らは。お前ら5億をあげよう、俺は。お前らに。住友も1億5000万でいいのかな。でも出てかれたら困るからね。ちょっと1億8000万ぐらいあげとこう。室井はあと3年、まだ大丈夫か。あと5年、あと5年、あと6年、あと2年か。1億あげとこう。FA されたらやだしね。FA 対策、ちょっと年俸上げようか、みんなの。松葉とかもあと2年でしょ ?1 億5000ぐらい上げとくか。チーム上げとこう。黒井もあと2年。1億5000上げとこう。うわ、坂田引退か。そうか、いいな、別に引退でも。まあ、こんなもんですか。あ、誰か引退した。あ、岩泉引退。あ、でも回復 B。しかないかっていいか。
谷中はまだやってほしかったけど引退か、マジか。特納要員が減っちゃう。よし、これでいこう。いや、危なかった。お、留学行ってらっしゃい。何を覚えさせる、みんなに。みんなに何を覚えさせたい。ツーシーマーとかなったらどうなんだろうね。いいのかな。でも、パープルはやっぱり SFF が一番強いんじゃないの。 SFF にしようと。なんだろう。なんだろうね。ジャイロボーラー？威圧感は中継ぎしかないからね。伸びアップかな、やっぱり。サファトとか活躍できるような伸び A があるの、あるからじゃないかっていう説は俺は持っているんで、やっぱ伸び A って強いと思う。一番、投手特殊能力の中で。知らんけど。適当だけどね。朝どこ補強したいんだ、うち。外野か。打てる外野がいない。外野がいないな、打てる。そして二浦もいなくなったから。外野と中継ぎか。外野と中継ぎ。まあ中継ぎもいるっちゃいいんだよね。まあ、人が足りてない。とりあえず、人を取らないといけない。人を。とりあえず、まあ、全部見よう。今回は全部見よう、全員。なんかそんなに有望株はいないな。横松。でも、あと11点しかないからね、高卒取ってもなって話なんだよね。高卒取るなんて即戦力の人を取りたいな。まあ、宮西とか。こっちを取った方がいい気がする。育てる時間もないしね。おお、いつきだ。安いじゃん。松丸とかも全然悪くないね。なんか安い選手が結構いい選手多いね、安くても。あ、柳。これは柳じゃないか、ドラ1。柳田みたいになってくれたらいいな。確定だしねし。弾道も4あるし。これは柳だな。これは柳ですね。あ、まあ、こいつもいいじゃん。こいつもいいですね。ショート。こういう選手ね、多いな。こういう選手結構多いよね。うちにもいるしね。やっぱ足の速い選手っていうのは、いてもいいからね。ダイソー要員としても全員見るっつって、全然途中から見なくなるっていうね。まあ、もういいやっていう。ここら辺はもういいやって。よし、じゃあ。決めました。今年は、柳くんを取ります。あ、ソフトバンクと被った、柳田。もう見ない、もう見ない、見ないでやる。見ないで適当に。こっち、右だった。見ないでやった成果は、神様に嫌われた。神様に嫌われました。どうも、神様に嫌われました。誰取ろうかな。野手取りたいな。片桐さんはいいわ。磯村、長尾。微妙だな。なんかどれも微妙だな。ピッチャーか、やっぱり。なんかそんななんか微妙だな。こいつ取りて、宮西も取られたしね。ドラ1だなってやつがいねえな。どのガキでも取る？野中取るか。大学ナンバー同士だし、中継ぎだし。ちょうど中継ぎ1人減ったしね。ここで野手を取りたいです。サード、大島。どうなんす、正直どうなんすかね。高卒を取る意味はなんだよね。そうなると絶対大卒の方がいいんだよ。そうだな。大卒を取ろう。柏原を取ろう。山の神を取ろう。山の神を。で、結局外野補強できなかったけど、外野誰か取りたいんだよね。足早おじさん取ろうかな。いや、マジ柳取れなかったのでかいな。キャッチャーもね、もうそろそろ育てないといけないんだよね。九州ビッグ3なの、本当に。ミートないけど、大丈夫か。とりあえず磯村くん取るか。キャッチャーも育てないといけないしね。まあ、控えキャッチャー1人いるんだけどね。かわいそうにこいつ。選ばれない。一番上にいるのに。これの選手も取っていくか。なんかいいのいるかもしれないしね。
奈良、山上、どっち取ろうかな。夏の甲子園準優勝、総編4、球速はこっちの方が速い、コントロールはこっちの方がいい、スタミナはまあどっちでもいいしね。総編4、球速が3キロから5キロ違うのか、下手し7キロ違うからね。でも中継ぎ抑え両方できる奈良くんの方がいいな。奈良くんってどこ出身なんだろう。奈良県出身かな。奈良くんは新潟県出身なんだ。九州ビッグスリー残ってるよ。九州ビッグスリー、九州ビッグスリー取ったからな一人。わあ、まだ残ってる。九州ビッグスリーちょっと全員集めてみる。九州ビッグスリーちょっと取ってみようかな。取るか九州ビッグスリー。もしあと一人九州ビッグスリー残ってるかな。あー取られた。いやー九州ビッグスリー3人集めなかったのに。じゃあ終わろう。いや九州ビッグスリーの3人を集めるっていう、北海道のチームなのに全然関係ない。野々垣、柏原、磯村、奈良、牧谷。ちょっとドラフトで遊んじゃったな今回のドラフトは。もう帰国選手いないだろもう。あ、こいつ兵庫県出身かな。あ、違うか。我が県のみならずの人だよね。それ野々村だよ。それ野々村、え、野々垣だっけ、野々村だっけ、どっちだっけ。忘れた忘れた。兵庫県の人、軽い球。柏原。お、柏原さんはなかなかじゃない。弾道がちょっとあれだけど。磯村は、だな。奈良くんは、まあまあまあ、悪くはないんでしょう。牧谷、九州ビッグスリーのうちの一人。これはマジで完璧にネタ枠だからね。もう、もはや、もう今戦力外にしてもいいかなっていう感じですね。帰国選手ゼロ、どうせポスティングもゼロでしょ。ポスティング、あ、ポスティングいた。この時期に行くんだ。へえ、35歳37歳。牧野と川本、あ、森村、すげえ 1.88 だっけ。却下されてるし、かわいそう。 FA 交渉、高波兵道、2400万、安いな。5600万。うわ、守備うめえ。うちから出た選手は500、650、え、安っ。あ、二村入って、二村結構意外と入ってんだね。そんななんか来るのかなというイメージがあったんですけども。二村さんでも意外と引き取りがあるんですな。あ、そして森川さんも引き取りであるんだ。33歳なのにね。まあ安いからな。まあ、この2人は別に 特にまあ嫌だけど、まあ、出ていかれるのは嫌だけど、まあしょうがないでしょ。二村に限ってはレギュラーだけどね。まあ、まあまだまだいいかなって、代わりはいるかなっていう。多分これ絶対こんな選手取るんだったら、多分ここら辺の方がいい選手もっているだろう。ほら、これの方が絶対いいだろう。なんで取んのくれよ、なんかここら辺の選手。いいじゃん、こいつ。24歳若いし、まだ。こいつは34歳じゃん。これレギュラーじゃない、もしかして。これレギュラーキャッチャーな気がするんだ、これ。あ、近沢がいるのか。なんでこいつそんな3割1分823。これ。なんなんだろう。DH が出たのかな。いい選手いっぱいいるじゃん。でもそういう縛りだからね、うちは。取れないんだよ。ミートの機材が壊れた。おお。あ、大山だ。大山3割2分に打ってる。阿部日ついてるからかな、やっぱり。安楽さん。小笠原だ。オコエだ。アミ、アイトとかいるじゃん。オラついてるアイの、アイトくん。あ、藤平。あ、堀とか。あ、そこら辺がもう自由契約なのか。福岡。福岡福岡、お前。お前、福岡、お前まだできるだろう。お前、野手としては。福岡取りたい。福岡取りてー。福
効果を取りたい、これ取っていい、これだったら多分取っても許してくれると思う、みんなだったら。ねえ、やめとこう。多分許されたら、あ、福岡拾われてよかった。よかったよかった。福岡オリックス。多分福岡取ってもね、みんななら許してくれると思うよ。留学、ドミニカ。おお。ちょっと待って、ポフテピピックがいきなり。ポフテピピックがいきなり、ちょっと待って待って、危ない危ない危ない。ちょカットしとこう。多分カットしてる。著作権の問題でね。球速とパワー上げに行くか、アメリカンリーグに。レギュラー陣は行かせれないとして、いや今年柳取りたかったな、柳取って行かしたかったな。サードはね2人もいらないんだよね。でも行かすとしたら柏原だよね。花田行かせると外野がいないんだよね。あと球速上げたいやつ、155の球速上げてくる。22歳25歳、155度球速上げるか。こっから球速上げて160キロとかしたらすごそう。なんか23歳、沢村も球速上げたらそこそこやれそうな気するんだけどね。林も球速上げるか。でも伸び F だからな、球速上げてもな。いや俺ちょっと沢村に期待したいな。ちょっといいかな、沢村ちょっと期待しよう。いやマジで今年柳取りたかった、ほんとそれだけが悔い残ってる。柳取ったら柳多分パワー A まで上がったでしょ。いやもったいねー。九十むずい、練習し周期キャンプ。はい、春キャンプ折れました。お、福原と奈良さんがホーク覚えてくれたね。で、ちょっと外野がね、マジでいなさすぎた。外野がマジでいなかったんで、ちょっと外野コンバートしました、いろいろ。マジでいなさすぎてびっくりしたわ、外野。ピッチャー陣はこうして、片山さんが入ってないのか。それはおかしいです。そして谷本も入れたいんだよね、先発。でもうちの先発に強力だからな、谷本ちょっと中継ぎやってもらおうか。うちの先発陣がちょっと強力すぎて、シェイシェイ、マジで。藤江どうしようかな、中継ぎで使おうか。中継ぎも結構いいんだよね、うち。とりあえずこれでいきましょうか。まあ、来たねな。外野がね、マジでいないんだよ。外野がマジでいない。どうしよう。山根を使うとして、山根と花田でいいのかな。とりあえず守備考えたらそれか。まだまだ守れないからね。マジで外野取らないといけなかったな。でこの2人を使って外野にコンバートしてもいいのかなと思ったんだけど、足があんまり速くないんでね。外野はやっぱり走力速い方がいいんで。まあ、DCR この2人で。この2人やっぱ二遊間持ってもらおうかなと、将来的に。その将来は来るんでしょうかと。言うてこいつ若いからな。そうなんだよね。若いんだよね。住友はまあいつ FA するか分かんないんで。怖いから。室田を1番、2番。これはもうここはオーダーは変えずに。で浜田5番で、片岡5番か6、7、8。ここだな。まあ、去年と二村が減ったぐらいか、変わったっていうのは。そうだね。長川外野に転向させてもよかったかな。まあまあまあ、いいとしよう。で誰を、ここはまあ福川もね変革1個覚えたんでね、工事の差出がありそう。リード時谷本使うか。これすごいよね、スローカーブやば。そしてそれで3球種持ってるから、先発に回してもいいね。誰かが不調になったら先発に回そうか、上の人らが。よし、これで今シーズン優勝します。一回優勝したら優勝できるとは思うんだけどね。まあ、うちの打線がどんだけ打ってくれるかだ。打線ってか、篠塚がどんだけ打つかだよね。ピッチャーはある程度計算できるから、あとは野手だよ。まあ、ピッチャーが打たれ出したらもう終わり、うちは終わりだけど。うちはもう投手のチームだからね。矢野くんも頑張ってほしいな。もう43歳、44歳とかもそんな年だしね。まだそれでね、1000球のピッチャーとして頑張ってるって、ほんとすごいよ。
方程式は組んだままだっけ。処理の方程式は、方程式も、矢野と米川、もうこれしかない。うちはもうこれしかない。ちょっと待って。はい。これでいこう。これでいっぱい設定できるのかな ?A と B と、A も B も C も全部設定できるのかな。無理か。一つしかできないか。とりあえず矢野を勝利の方程式に組み込むけど、もしかして矢野が打たれる可能性もあるかな。また日本シリーズ、日本ハムでやりたいな。和歌山とかを倒したい。和歌山、阿弥の脇山、あれ、脇、な、な、腹水と、名前忘れた。俺なんか、こんなんってやっぱりね、こう、俺もね、こう、一人でゲームしながらしてたら多分忘れないんだけど、こう、喋りながらゲームするとマジで忘れんだよ。みんなも一回喋りながらゲームやってみて。多分、悲しくないから、一人で喋りながらゲームするってめっちゃ悲しいよ。そして何言ってるか全然忘れるしね。じゃあ、今日はここで終わりたいと思います。今シーズンというか、2036年のシーズンの最終エンドにできるよう頑張ります。それじゃあ、見てください。皆さん、ありがとうございました。さよなら、シャイなら。